いては中村真理子監督の作品です。はい、お願いします。さあ、今回なかなかね、みんなが扱わないようなメンツを揃えてきました。どういう意味よそれ。ちょっとしたら悪口やんか。でもやっぱりせいやは王道アイドルなので、もう新人女優としていきなり抜擢されるぐらいの、うん、でしーちゃんは身長が高いので高いし、ね、やっぱそのカップルとの身長差がやっぱ女の子が好きなので、あと、うん、よりもね、はい、なかなかの演技をしてくれてますので期待をしていただきたいと思います。川本どうでした、中村監督は。いろいろ細かいところにこだわりがあって、うん、だからきっと私の演技力が追いついてないんですけど、まあ、そこは甘めに見ていただけたら。可愛かった。ポイントを教えてください。はい、これは映画のワンシーンで前後が今後出てくるであろうなっていうのをイメージして作ってみました。この後どう展開が進むのかなみたいな感じで見ていただければなと思います。そんな中村監督が今回の作品で特に大事にしているポイントは、ねってば時のうんっていうのを、私の萌えポイントなので、なんかいい表情してください。そう、萌えへの飽くなきこだわり。そうですね、ネクタイもちょっと締め目で締め目で撮影に入るとさらに萌えを追求。萌えポイントが腕なんでやっぱ見せたいです、はい、こうして中村の萌えが散りばめられた自信作が完成。あーいいいいそれでは上映です。来てえな夏。夏っぽいことしたいな。じゃあさ、この夏みんなで海行こうぜ。海行きたい。まだにお前らダイエットしとけよ。もうそれひどくない。より目を閉じれば億千の星、一番光の前がいる。初めて一番そんな時間？そろそろ帰るか。うん、そうだね。あー腹減った。目を閉じれば星、一番。ねえ、このまま残ってテスト勉強しね。あ、うん。あれ、お前らまだ帰んないの？悪い、俺らちょっと残ってくわ。邪魔だよ。よかった。じゃあお邪魔もしは帰りましょうか。サホ、そういうのじゃないから。なんでだよ、帰ろうぜ。虫なら俺がやっつけてやるよ。もう帰るよ。さあ、じゃあやるか。あー、何何何何何なんかエロいやもん。なんかエロい。初めて一番いい。どうした？あ、ううん、何でもない。今回範囲広いらしいよ。かわいい。こんなに、うん、うわ、きついわ。仕方ないじゃん、これ終わらないと海行けないんだから。ね、聞いてる？ね、聞いてる？いいじゃないよ、そっちがやろうって言ったんじゃん。悪い悪い。でも俺記憶力ないからさ。泣き言言わないでよ。自信ないわ。あ、そうだ、今回の歴史のテストで80点以上取ったら俺好きなやつに告白しようっと。好きな人って誰？いや、それは言えるわけないだろ。なんで？言ってくれないと私もう帰るからね。待てよ。パクリだ。テストが終わった後の楽しみ一つ減っちゃったじゃん。記憶力悪いんだからすぐ忘れられるんじゃない？バカ、大事なファーストキス忘れられるわけないだろ。夜空何これ？どういうつもりで撮ったんこれは？いやもう笑いどころも萌えポイントもたくさん含めて、詰め込みすぎたよ。なんかポイントの押し売りがすごかった。すごかった。
ちょっとみんなにはやっぱレベルが高すぎたのかなって。いやいやいや、中村最近寝てない寝てます。西野どうでした？なんかスローモーションが多すぎて、うん、なんかだるいっていうか見てくださいよさあストーどうでしたか？途中でヒロインが感情爆発するじゃないですか、もう帰るみたいな、それでざわついてたんですよ周りが。謎な感情の爆発の仕方で、なんかすごい哲学的な映画だなと思って、哲学的なそんな話じゃなかった。そうなんです、その通り。さあ有村さん、ちょっとねアドバイスを一つ言うとですね、一、うん、つでいいんですよテーマは、うん、ところがあれもこれもあれもこれもって欲張るとどれも中途半端な出来になっちゃうんですよ、うん、もうお腹いっぱいっていう感じ皆さんしませんでした？すごい、確かに。それがね監督の押し売りになっちゃう、うん、すごい的確、うん、アドバイスを受けて、はい、次回作期待ください。心臓強いなお前